どうもエアコン屋のデラ君です。ご無沙汰してます。いやもうすっかり寒くなってね、冬本番という形になってきました。前の動画で、今年の冬の暖房はエアコンでいきましょうなんてね、お話しさせてもらったと思うんですけど、まあ冬のねエアコンってなった時によく耳にするのが寒冷地エアコンっていうね、エアコンの方を聞いたことあると思うんですけど、寒冷地エアコンって何ですかっていう話じゃないですか、ね、金額も全然違うんでね、一般のエアコンと。なのでちょっと今日は寒冷地エアコンについて少しお話の方していきたいと思います。寒冷地エアコンのおすすめの方もね紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。寒冷地エアコンで寒冷仕様とかね、そういうエアコンっていうのが今ありますが、それって何なのって思われる方結構いらっしゃると思うんですよね。寒冷地用エアコンって能力が高いのかとか、あったかさが違うのかとか、ね、まず、一般用と寒冷地用の違いからですね。違いからで、一般用っていうのはもう本当にどこの県に行ってもらってもどんな気温でも使えるような、まあ、普通の本当にエアコン、一般の日本の気候であれば使えますよっていうエアコンなんですけど、そんな中でも寒冷地用っていうのを別に作ったのは、冬のね寒い季節になるとちょっとね動きが一般用のエアコンだとちょっと追いつかないと、雪が外降ってきてねドガッと気温が下がった時に、その中から空気をこう集めて暖かくして中に送るんですけど、その能力がね一般用のエアコンだとどうしてもね雪国になってくると対応できなくなってくるっていうのがあって、寒冷地用っていうのが出来上がりました。で、一般用のエアコンとは違ってですね、寒冷地用のエアコンは、室外機がね正常に動くようにヒーターが入っていたり、あとは凍結とかね、そういったものに強いような仕様で作られている。で中の機械はねほとんど変わりません。もう大体のメーカーさんで中の機械はもう全然一緒で、おすすめなんですけど、まあ、今回4機種ぐらいちょっと上げさせてもらうんですけど、まあ、順不動ですね。人気順通りとかいいものだから最初にとかそういうんじゃなくて、ね、あくまで参考程度にいろんなメーカーさんのねお話しさせてもらうので、あとは自分のね使い方とか地域に合ったものを選んであげてください。はい、でまず一番最初にお勧めするのが日立さん、ね、日立さんの白熊くんメガダンっていうね、メガダン白熊くん、型式で言うと RASEK の 25K2、 ドンとこうねピャッて今出します、映像ね出しますんで、はいって呼ばれるものがあります。これねわざとちょっとね 2.5 キロっていう、サイズにしてます。本体ね25ってこれがね完全のおすすめってわけじゃなくて、あと部屋の広さによってねその数字は変えてあげてください。今ね 2.5 キロっていう能力のもの、だいたいそのぐらいの能力でメーカーさん全部ね説明していきますんで、参考程度にね、聞いてみてください。これに関しては、まあ、もちろん寒冷地用のエアコンで、日立さん の大好きなね足元を温める、あとはロング気流っていうのがね売りになってます。もう部屋の奥の方までこうバーッね、部屋がちょっとね長いんですっていうのはこっちのこの機械の方いいのかなって思いますね。奥までこうバーっていうロング気流を得意としてる、ね、機種になります。で足元も得意だと、ね、長く奥の方まで温めてくれるっていうのがね、足元冷えやすいっていう方なのかはこういった機種の方がいいのかなと思います。もちろん省エネ性も抜群です。いい機械だと思います。で値段がですねちょっとこれから紹介する他のよりは中の上ぐらい、ちょっと高いかなっていう感じですかね。金額の方、まあいいものなんでやっぱり高いと思います。次がですね、いつもうちでご紹介させてもらっている三菱さんね。三菱さんはもう結構 CM 動画もバンバンやっててね、聞いた方も多いと思います。ズバダンって呼ばれるものですね。白熊くんはメガダン、三菱はズバダンっていう感じですね。ズバダンに関して型式がですね、MSZ-KXV2520。 これはですね、別の動画でもご紹介させてもらってます。赤外線のね、センサーがついてます。皆さんのね体温を機械が測ってくれてますね。あと部屋のもの、窓際が冷たいとかそういったのを全部センサーの方で測って、部屋がしっかり均等に暖かくなるような風を作ってくれると。
作ってくれる。窓側の方が寒ければそっちの方にだけ暖かくして、すごくもう暖かくなっている場所があればそちらにはあまり暖かいのを向けずに、部屋全体のどこにいても快適空間、それが2人いようが3人いようが皆さんのところでしっかりとした快適空間を作ってくれると、そういう機械ですね。すごく賢い機械だと思います。これは何だろう、機能とかを見てうわすげーとかそういう感動じゃなくて、使っててねやっぱりすごく快適っていうのはね一番大事だ、もう言うことなしっていう感じですね。勝手に快適にしてくれるんで、そういったところがいいのかなと。で、省エネ性も高いです。先ほどご説明した、紹介させてもらった、メガダン白熊くんよりも省エネ性は少し上になります。はい。で、金額は中から中の下ぐらい、さっきのあれですね、メガダンよりも安いです、金額的には。はい、同じこの能力のね25っていうものでも金額はこちらの方が安いです。はい。で、次がですね、ダイキンさんはスゴダンって呼ばれるですね。結構もう覚えにくいですよね。メガダン、ズバダン、スゴダンみたいなね。ダイキンさんはスゴダンっていうのを出してます。機種の名前が S25XTKXP。 これに関してもこれも寒冷地エアコンで、ダイキンさんっていうのはやっぱりねエアコンに関してはすごく特化してるメーカーさんで、もう本当にこの寒冷地に関しても300近いテストの方をね繰り返してやっぱり作ってるんで、作り込まれてますね。独自のコンプレッサーですごいんですよ本当に。スピードがまず何にせよ一番速い、暖かくなるのが一番早いです、ダイキンさんが、ね、それをもう歌ってるぐらいなんで、本当にスピードに関しては速いし、あとはそれだけやっぱりテスト繰り返してね壊れにくいんですよ、壊れにくい、丈夫です。はい。金額の方も、ズバダンと同じぐらいです。中の下、まあメガダンよりは安いということですね。金額の方もそれぐらいで手に入ります。安心のメーカーさんですね。昔からやっぱりエアコンずっと作ってきてるメーカーさんなので、本当にテストとかもすごく厳しいし、そういうのをしっかりクリアしたしっかりとした商品ですね。寒冷地エアコンっていうのを出しできるのがこのダイキンさんのスゴダンと。はい。で、最後4つ目ですね、ご紹介させていただくのがパナソニックさん。パナソニックさんのエオリアと呼ばれる機械、エオリア、これはもうスゴダン、メガダン、ズバダンとかじゃないですね、もうねエオリアって呼ばれる機械ですね。これに関しては型式 CS-UX-UX250D2 と、ね、D の2っていう機械になります。ドーンとねテレポンバーンって出してくださいね。はい、っていう機械になります。これに関しては、まずロングワイド気流っていうね、まあ、奥にも横にも広い気流の方を出せますよと。もうね中気がすごいんですよ、もう見た目がねすごいんですこれ。はい。で、足元は43度近くまで行きます。足元でですよ、43度近い気流を出してくれます。あったかいのですね、足冷たい人にもおすすめです。はい。で、これは、独自のですね、パナソニックさん独自のハイブリッドエネチャージシステムっていう技術が入ってます。これの方がですね、外気霜取り運転してる時に暖房が少しね弱くなったり暖房が止まったりっていうのをするんですよ。他の動画でちょっとご説明させてもらってるんですけど、暖房ってやる時にやっぱりどうしてもね外の霜取り運転をするために機械がね一時的に運転を止めたり、あとズバダンとかだとね最初にあったかい風をもうバーって出しといて、霜取り運転中でも部屋の温度が変わらないぐらいのね設定温度になってるとか、そういう風なやり方をしてるんですけど、このパナソニックさんエオリアに関してはこのハイブリッドエネチャージシステムは霜取り運転中も運転が止まらないです、まあどういう理論でやってるのかはちょっと分かんないです、そこまで分かんないですけど止まらない、これすごい売りですね、ずっと暖房がちゃんと出続けますと。はい。で、唯一のデメリットは金額がもう上の上です。すごい高い。でもその分いいもので独自の技術でやってるのがこの機械になります。はい。まあ、皆さんのねこう決めるポイントっていうのはそれぞれ人によって違うと思いますので、安いものの方がいいね、安くても寒冷地なんですからね。もちろんこれも寒冷地です、全部今言ったのも寒冷地仕様で、最後のこのパナソニックさんに関しては塩害仕様もついてます。対塩害仕様、塩害っていうのは仕様のね
外って書いて沿岸なんですけど、まあ、海のね、海に近い地域、ね、潮風が来るような地域だとやっぱどうしても錆びるんですよね、外の機械ね、鉄使っている部分とかね、塗装をやっぱりしたとしてもすごく脆くなりやすいと、それも対策してますこの機械ね、沿岸仕様になってます最初から、まあ、地域によってね、しっかりと今聞いた中でのメリットデメリットね、金額、省エネ性、あとは何に特化した暖房なのかね、足元なのか、それとも全体の快適性なのか、ね、そういったのを見て自分の、お気に入りの、ね、エアコンを見つけて買ってあげるといいと思います。このエアコンを手に入れて今年の冬は皆さんで快適に過ごしていきましょう。はい、ということで今回ですね、寒冷地とは何だと、あとは寒冷地用エアコンのおすすめということでご紹介させていただきました、ね、質問とかあればもちろんコメント欄にいただいて、まあ、うちどういったのをつければいいですかなんてお気軽にね、弊社の方にご相談いただいても、電話の方お待ちしております。では皆さん